ヘルメット潜水は、早期式潜水の一種で、ゴム引きホルノなどの防水素材で作られた潜水服と、ガラス窓のついた金属製のヘルメットを使用し、水上からホースでヘルメットに空気を供給する潜水方法である。1950年代にスクーバーが普及し始めるまではほぼ唯一の実用的な潜水方法であったため、水中土木作業や軍事用など、 作業潜水の分野のほか、漁業用としても広く、一般に使用されてきた。そのため、潜水服という単語で、ヘルメット潜水の装備意識を指し示す場合もある。しかし、1900年前後に、基本的なシステムが確立されて、以来全体としてはほとんど改良されていない古いシステムであることから、ダイバーには非常な熟練と体力が要求され、 安全性についても、決して高いとは言えない。また、装備の重量だけでも80から 90kg に、達する上空気供給ホースなどで行動が制約されるため、機動性も極めて低いと言える。そのため、現在では、機動性の高いスクーバや、近代的な早期式潜水に急速にとって、変わられつつある。製造者や形式により若干の差異はあるが、 ヘルメット潜水で使用する装備の概要は以下の通りである。一般的なヘルメット潜水では呼吸ガスとして通常の空気を使用するので窒素中毒に対する安全性から安全に潜水可能な深度は水深30から40メートル程度までである。混合ガスを使用してさらに大震度へ潜水可能なものも主に軍事用として開発されたが、 安全面や経済面から現在ではほとんど使用されていない。大気圧潜水服ヘルメットを除く服がゴムや布のように変形しやすい材料でできているものを軟式潜水服といい、関節は可動であるが全体として金属のように変形しない材料でできているものを公式潜水服という。軟式潜水服であれば水圧が服を通してかかるために浮上前に 減圧の必要があるが、公式潜水服であれば、理想的には外部の水圧を受けないので、ダイバーにとって大きな負担となる減圧の必要はなくなる。公式潜水服の中でも大気圧潜水服と呼ばれるものでは、内部は完全な水密構造になっており、水圧の影響を受けずに常に大気圧に保たれており、実質的には、 服というよりも作業用の手足がついた一人乗りの小型潜水艦とも言うべきものになっている。手足の動きが制限されるため、移動するために泳ぐことが困難であるため、背部などに移動用のモーターとスクリューを持っていることが多い。他の潜水方式では、不可能な大深度への潜水も可能で実験レベルでは、震度1000メートルの潜水に成功し、 震度540メートルでの潜水作業記録がある。量産品でも、カナダのニュートスーツは300メートル以上の潜水作業が可能である。大気圧潜水服は極めて高価で精密な機械で、あるため生産数は少ない。日本でも船の科学館に深海大気潜水服、ジムが展示されているので、実物を見ることができる。ありがとうございます。